はい、今日はですね、はい、ちょっと僕アイデア形の教室の講座とかのなんか流れなんですけど、はい、ちょっと先生にとって本っていうテーマでちょっといろいろ聞いてみたいなと思うんですけど、もう俺不得意やわ。いやいやいや、これね、映画とか本とかみんな僕の仕事やのに、はい、一番不得意なもんなんですよ、本と映画が。だからまあ僕ってそういう存在なんですよ、ね、うん。僕自身がいつも引き裂かれてるって言ったら言い過ぎかもしれませんけど、そのジェームス・ディーンみたいなかっこいい人とはもう雲泥の差なんですけど、うん、なんかある引き裂かれた存在で、はい、まあ本っていうのはその一番憧れがあるんやけど、ものすごい苦手意識のあるものですね。うんうん、なるほど、なるほど。うんうん。最初に先生キャリアの中で本を出されたのって、あの、共著ですか？いや、もうあの、カルメン・マキさんと、カルメン・マキさん、そうです。カルメン・マキさんと、河野義則先生と僕と3人でスプリットっていう。はいはいはい。あれが一番最初ですか？最初です。多分。うん。聖書としては、だから、新洋舎、新しい曜日の洋舎、新洋舎、素晴らしい、はい、書店ですよ。あの、心理学とかいろいろね、名著がある。だから僕、ね、この本読みました、あの本読みましたって言って、はい、瞬間の心理学からソロタイムからそこら辺を、はいはい、あるいは、驚く力とかっていうのが多いんですけど、はい、スプリットですっていう人、たまに、10人、僕の本を読んだ人の10人に1人スプリット読みました。で、そのスプリット、もうこの頃はね、うん、古書で買いましたっていう人です。はいはいはい。古書で買いました。もう25年前とか。そうですね。それぐらいですかね。そうですね。もっと30年ですか？いかないか。40歳いってないと思います。そうですよね。先生まだ30代、うん。だから、30年近く前。僕もお会いする前だと思うんで。はい。はい。スプリットっていい本ですよ。面白い。はい、で、本当に、カルメン・マキさんがちゃんと、長文で何か物事を思考してたり、うん、自分の歴史を振り返ってる、もしかしたら唯一の本かもしれません。本としては唯一じゃないですかね。雑誌はあの、ロッキンオンとか、ああいうのが語りがあると思うんですけど、そうん。あの、本はないと思いますね。カルメン・マキさんってやっぱすごい人で、うん、一つ本を、自分はミュージシャンやと、うん、それが本を出すんだから、もうこの本が最初で最後ぐらいの気持ちで、はいはい、確か作ってはるような、うん、もうそういう人やと思います。いや、あの、まさにね、ああいう本って、が、僕らは、結構憧れた本というか、うん、なんていうんですかね、尖ってるじゃないですか。そうそうそう。つまり、こうしたら売れるとか、そういうところではなくて、そうそうそう。ガーンと刺しに行ってるというか、そうそう。すごい本ですよね。はい。スプリットって、ただ意味わかんないタイトルですからね。なんだそれっていう。言ってええんかな。その当時ね、もうお亡くなりになったけど、はい、まあ、名社長さんですよ、新社長。はいはい、そういう人がね。せめてね、スプリッティングにしてくれへんか。はぁ、あ。びっくりマークつけて、はいはいはい。スプリッティングにしてくれへんかって言われたんやけど、はい、その当時ね、僕もとんがってたんですね。うん、やぶスプリットやって言い張ってしまったことを今反省しています。なんかね、まだ青かったんですよね。うん、編集者さんの言うことを聞いててもよかったのかもしれません。はい。いや、それで、その、まあ、そういう本が、まあ、いろいろ出ていてですね。まあスプリットがどれぐらい売れたか僕は正直。いや、僕も全く知らないんですけど。全く知らない。いや、というか僕自分の本がどれだけ売れてるのかほとんど知りません。9割知りません。すいません。で、僕はまあ、出版社入った、まあ2000年前後ぐらい入って、その後、先生の本最初に出ったんですね。自分を支える心の技法をやらせていただいて。はい。あれは結構。あれは、はい、瞬間の心理学の直後。そうですね。っていう、こう、時代が、こう、過ぎてきていてですね。はい。で、まあ、夜間飛行になってからソロタイムとか、まあ、あるいは BGM だったりとか、はい、まあ、いろんな本をやっていただいてるんですけど、はい、まあ、先生もお気づきだと思うんですけど、本当に、いわゆる紙の本とかの環境って、もうどん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 もう変わってきていて、はあ、多分この2024年に。だって本屋がまずは少なくなる。そうなんです、ね。街の本屋がほとんどない。はい。これは、すごいことが今起きていて、すごいことですよ。ずっと、この20年ぐらい、ずっと言われたのはですね、本屋の数が減っているという言い方だったんですね。うん、で、それは、逆に言うとですね、延べ床面積は、そう減ってなかったんです、うん、それが、この2020年ぐらいですかね、から、延べ床面積も減り始めた。あ、なるほど。本を置いてある延べ床面積ね。そうです。つまり、これまでは、小さな町の本屋さんが潰れて、でっかいところになっていくというお話だったんですけど、うん、そのお話がもう崩れてきていて、でっかい本屋さんも、縮小するなり、あるいは、それを上回るペースで、小さい本屋さんがなくなっている。あれですよ、うん、渋谷の本屋の激減ってもう、悲しいほどですよね。はいはいはい。いくつか残ってますよ、老舗が頑張ってるけど、はい。
例えばその東急百貨店の中には素晴らしい本屋さん入ってたじゃないですか。もう忘れたけど。はい。とかね。あと、いくつか僕、あれここもなくなったんだとかね。そうですね。新宿なんかは紀伊国屋の本舗やけど、はい、それでもあれここないとかね。そうですね。まあ、東京なんていうのは、それ、そうは言ってもまだ。人口がすごいからね。全然生き残ってる方なんですけど、うんうんうん、本当に、ちょっと外れると、本当に大変なことになってる。で、これ、じゃあ本屋が減ってる背景は何があるかというと、一つは、まあ当然 Amazon で、うんうん、通販で売れるからですよね。で、でももう一つはやっぱり電子書籍への置き換えが起きていて、はい、で、この電子書籍っていうのは、まあざっくり言っちゃうともう電子書籍なんですけど、実はその中にもいろいろあって、漫画アプリとか、あと、そもそも夜間飛行が立ち上げたメールマガジンとか、うんうん先生がやってるこの通信講座とか、そういうものって、実はちょっとそういうところに置き換わってたりするんですよね。わかります、わかります。でもまあ、じゃあ、その、情報を得るって言ったら、例えば YouTube になったりとか、うん、まあいろんなことがあるわけじゃないですか。あるいは電子書籍になったり。で、まあいろいろ僕らも業界の友人とかの話を聞くと、例えば漫画とかって、下手をすると、売り上げ全体の8割とか9割が、いや、そうでしょ、今。電子なんですよ。恥ずかしい話ですけど、はい、僕もほとんど電子で読んでます。はいはい。漫画は。そうなんですよね。うん。だって漫画って。すごい量になっちゃう。そう。あっという間に20冊突破するから。はいはいはい。やっぱりそれね、置いとくと、うん、もう部屋がぎゅうぎゅうになってしまうんですよ。はいはい、あります。はい。結局出版社にとってすると、でもそれってビジネスとしては、まあうまくいっていて、漫画に関しては。電子で売れるんだったら、まあそれは、それに越したことはない。うん、というのは、在庫もないですし、うん、なんでしょう。そういう流通のコストとかも下がるわけ。もう、キングダムは50巻以降は、全部、読んでます。まあ、最新巻この間出ましたからね、はいはい。もう全部、だから、近くのファミマで、あ、買おうかな、あ、いや、これでまたこれを持っていくの、と思って、はいはい。ただね、一方で、中丸さんの、うん、山田君の、はいはい、ざわめく時間、はいはい。あれはね、紙じゃないと。紙じゃないとダメなんですよ。はいはいはい。わかります。で、僕、両方買って、もちろん、はいはい。面白みがね、全然、あれ何やろ、うん、このため、なんかリズム、はい、こう開いた時に、あーっていうのが、うん、スルスルっていくと、うん、おかしみが半減するんですよ。これはね、本当に、クオリアだと思うんですけど、その作品によって、うん、その紙が向いてるものと、電子で大丈夫なものが、ある。で、しかも、このジャンルはこうってはっきり言えなくて、うん、まあ、例えば僕、そうそうそう、やってみないとわからない。やってみないと分からない。例えばフリーレンとか、うん、僕、電子いけそうな気がするんですし、いや、全然、まあ、で、じゃあ、下に。しますけどね。うん、そうそう、で、電子というか、うん、僕は単行本でも読んでたんですけど、はい、はい。電子の方が読みやすいんですよ。これ面白い。これが不思議なところで。なんでよ、書き込みがすごいから、ま。そうですかね。だから結局、電子で拡大したいときは拡大して。僕、鬼滅ね。はいはい。もうこれで読んじゃったからやねんけど、はい、俺もう紙じゃないと嫌。はいはいはい。何やろね、その違いは。鬼滅はそうです。鬼滅実際、紙じゃないと嫌。電子だとね、なんか軽くなっちゃうんです。なんかね、この、うん筆が、なんか竹ペンみたいな、ちょっとかすれてるんですよ。はい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 、線が。それがね、なんとも怖いんですよ。はいはい、だから、それが、のぺっとなんでしょう、やや、画面やと。そうです。微妙なものを僕たちは感じてるよね。そうなんですね。そう、だから今のところ、鬼滅と、あと、大家さんと僕。はいはいはい。それから、山田くんのざわめく時間、はいはい。この3つは紙じゃないと嫌やな。頑張ります。はい。で、これで、でも、本当に、じゃあ何が起きてるかというと、電子がしっかり売れて、トータルでしっかり売り上げがあったら、作家さんも出版社も、それなりになりたすんですよね、うんそうそう。で、でも、本屋さんはダメになっちゃう。ほんまや。本屋さんが網子や。そうなんですよ。偉いことや。なんだったらアマゾンで買えちゃうし、うん、本屋さんが一番損してる状態が起きちゃってるんですよね。うん、で、ここでやっぱり結構僕は、まあ、こういう片隅で仕事をしてると、まあ、これはすごく問題だと思いますし。いや、そうですよ。いや、僕なんか、流商館の二丸さん友達じゃないですか。はい。あんなとこなんかも、決死の仕事ぶりですよ。うん。もう、生き死にかけて、小さい本屋さんをね、うん、
谷録で維持されてるんですよね。ね、はい、はい。で、一方で出版社も、じゃあ全然問題ないかというとそうでもなくて、今の漫画の話って、うん、漫画って10万部、100万部みたいな世界があるので、うん、9対1の売り上げ、電子が9で、紙1でもいいんですけど、先生も覚えてると思うんですけど、その、多分最初の本とかって、初版3000部とか、5000部とか、うん、あるいは、まあちょっと前の時代でも8000部とか、うん、まあ1万いかないぐらいのスリーブ数になってますよね。で、これって、まあ漫画に比べれば少ないんだけど、まあとはいえ、例えば5000部数って1500円の本だったら、全部で750万円で、うん、印税が 10% だったら75万円みたいな感じで、うん、一応お仕事な感じはする金額になるんですけど、うん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 、これが初版2000部だと、なんかすごい、これ大丈夫ですかっていう金額になっちゃうんですよね。まあ、ある意味、名刺としての効果があるという、ね、はいはい、いうことも出してるんですっていうことも、一つの信用、はい、信頼になるとか、そういう部分ですね。部分になっちゃうし、で、実はこれ出版社にとっても、3000とかになってくると、もう仕事として、出版社も実は出版社もね、しなくなっちゃうんです。はいはい。で、そうすると、例えば、3000部すりました。電子が5000円売れたので、全部で8000部ですと。だから、一応成り立ってるんだけど、これだったらこれ3000って最初からすらなかった方がいいんじゃないみたいな。なるよ。話が、出てきちゃうわけですよ。そりゃなるよ。紙で、これが3万部だったらいいんですけど、3000だとそういうことが起きちゃう。あるいは1000とかだと、本当にそういうことが起きちゃう、ね。だからもっとはっきり、この、紙の方が絶対売れるノウハウが出てくればいい。というのが一つですね。あと、はい、僕はまあ、最近ちょっと自分でも試行錯誤している中で、うん、まあ、これは一つの例なんですけど、はい、これ中俣さんっていう、編集者の人が、はい、自分出版社で出してる本なんですけど、素敵、まあ、薄いわけです。あ、わかりますわかります。真言宗で、真言宗のご真言でもダラニとかね、うん、そういう長いやつを、信者さんって言ってもかなり本格的にご行したいっていう人のために、うん、ちょうどこれぐらいのね、はいはいはい、細いムックがね、はいはい、1冊か2冊で、それでも極めて優れてるの、はいはい。僕ね、2部持ってます。わかります。あんまり極めて、ちょうど頃合いいんです。多分、そうですね、その仏教とか、あるいは宗教とかのところで、信者さんとかが、本当の意味で読む、本当の意味で使う本って、こういうサイズ感だと思うんですよ、ね。いや、全くそうなんですよ。そうなんです。50ページから100ページの間。はい。はい、そうするとね、こまごま、はい、長ったらしい説明いらない。いらないです、ね。それを和尚さんから聞いてたら、別の200ページの本で何冊か読んだ後、ちょっと一遍だらにというものを読んでみようと。いう人は、もう、基本的な説明がいらないんですよ。はい、だから僕みたいに宗教心理学ということで、密教心理学とかをもう15年も研究してると、うんうん、めっちゃ専門的な本やと、これは必要なんですよ。僕は臨床家やから。はいはい、ここのサンスクリットの書き方とパーリ語の書き方を比較するとか、それは正直いらないです。はいはい、でも一方で、一般の人で結構知的なレベルの人、うん、毎月本を2、3冊読むような人の、うん、に出された本は、うん、初めの100ページいらないんですよ。はいはいはい、はい。わかるでしょ？わかります。250ページもあっても、初めの100ページ知ってることばっかりが、下手したら、本当に知りたいことは20ページやったりするんですよ。はい、一般書のちょっとレベルの高いものは。ほんなら何がええのかってね、うん、本当にこの、フラストレーションがたまにちょうどそういう世代ですよ。はいはいはい。うん。はい。本当本当。だから、こういうのも、ああ、きっと、いいやろなっていう感じがあるんです。わかります、ね。必要なものだけがセレクトされて載ってるって感じします。うん。うん、そうです。わかります。これって、でも、まさに、例えば、直し先生の、直しゼミオンラインのテキストあれ、はい、はいはい。テキストとか、あと以前やってた野生の小音の、うん、盆昇先生のテキスト。はいはいとか、相当作りが近いんですよ、ね。わかる。もうそういうのが、全体の本の1割以上にな、1割ぐらいは出てほしい、はい、で、僕は実は、それは全然、この形が本当にベストかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、うんうん、全然あり得ると思っていて、うん、世界としては。というのは、やっぱあなた無意識、全意識を、うまく、開陳すんの上手やね。僕は、だって僕はこの手の本いっぱい持ってるんですもん。はいはいはい。っていうのは一般書のちょっと高級なやつでももう半分ぐらい、
ああ、また同じこと書いてある。はいはい。で、かといって、超専門書は、いやいや、そんな文法がどうこうは必要ないねんと、うん。そういう、人結構多いと思いますよ。はいはいはい。わかります。大学で言ったら、院生ぐらいのレベルかな。そうですね。ね、それも、例えば、これちょっと前に福田さんの話とかもあったと思うんですけど、うん、いろんなクラスターがいるわけですよ。そうです。で、それは本当にアカデミックに高いレベルっていうのもあれば、僕らが全く知らないような、例えば、LGBT 界隈みたいなところで、その前提の話いらないよね、みたいなところって絶対あると思うんですよね。うん、そう多いと思う。はい。はい、で、こういうのって、僕も今、アイデアの形にする教室やってると、漫画の人だったりとか、あるいは、その楽器を教えてる人だったりとか、あるいは、ちょっとビジネス寄りの人だったり、小説を書いてる人だったり、うん、で、そういう人たちが、文学フリマとかで、売りに行くわけです、うん、はいはい、で。まだそれいう場所しかないわけですけど、これもうちょっと、こういう、ちょっと、今でいうところの同人誌的なものが、こう、軸になった新しい出版の形っていうのが出てくるんじゃないかな。逆に言うと先生おっしゃってるように、うん、今の本の大体200ページぐらいとか、300ページぐらいって、うん、この今の書店の流通とか、うん、あるいはこの表紙とかカバーの形態って、流通とかいろんなことの兼ね合いの中で生まれたある種の様式美なので。いや、全く全く。僕昔からそれはすごい不満がありました。はいはいはい。なんでこんな200ページもいるねんと。はいはい。中身見たら50ページでいいやんっていう本がどれだけ多い？そうですね。いや、ずっと僕はもう20年来ずっとそう思ってますよ。実は僕はあの、夜間飛行を立ち上げた、もう十数年前の時に、井上とかと話していたのは、巻物出したい。ああ。言ってたんですよね。河野先生の著書で、巻物で売れない。で、巻物の流通ってどうやればいいんだろうみたいな感じで。で、当時はですね、さすがに本屋さんに置かれる可能性が限りなく 0% になるんで、あれなんですけど、今この時代になってくると、出版社としてはそういうことを仕掛けたくなってくる。いや、大賛成です、はい。いや、それは僕も空海の著作を読むでしょ。うん、10巻章というのがあるんですよ。はい、その中で空海自身が書かれた、うん、生死実相義とか、運事義とか、あと、促進成仏義っていうのがあるでしょ、はいはい、活字に直したら20ページはそこらですよ。意外と全部あれ短いですよね。正規の著作です、はい。それだけじゃなくて一般の人、これから仏教を勉強しようかな、仏教は一応読んでるけど、密教って何かなっていう、やや入門書的な、うん、弁顕密二教論、兼業と密教ってあるんですよ、はい。密教と一般の仏教の違いは何かっていう、結構基本的なことじゃないですか。はい、それでも、活字に直したらおそらく50ページぐらいですよ。うん、はいはい、これが並みる今まで何万冊と書かれた本の一つの頂点は、活字に直したら50ページなんですよ。で、実は世界の歴史を見ても、うん、超歴史を変えた本って実は意外と短かったりするんですよね。本当に僕はもうそれは、はい、いや、ありがとう。俺はね、もう、はい、もうね、10年以上前にこのことについて諦めてました。はあ、何のためにこんな長い活字読まなあかんねんってずっと思ってて、はい、今言ってもらって、ようやくこの岸辺に、岸辺にこう、たどり着いたぐらいの、解放感があります。ありがとうございます。はい。本当に。まあ、というようなことをですね、今考えて、まあ、あと、他のいろんな角度の話なので、この問題って、さっきの書店の話とか今、あまり踏み込んでないんですけど、まあ、その辺も含めて、僕はその、一応告知としてはですね、7月2日に、まあ、これから本出したいと思っている人が、知っておかないとやばい話、というようなテーマで、1時間半ぐらいのお話をさせていただこうかなと。そうでしょう、河野先生もずっととそれを自分の生き方の規範に置いてる。はい。巌流ですか、ね。巌流、剣術物語も多分ね、活字に直したら数十ページ。はい。じゃないですか。ですね。あれは、まあ、僕は実は持ってるんですけど。あ、そうなんですか。ただ、あれも、そう、現代語訳がつき。そうでしょう。で、解説がバサッとつき。はい。それでようやく本になってるような作りだったと。そうでしょう。だから、はい、本当の原文やと3分の1以下です、うん。なんじゃないですかね。いや、だから昔の人は全部暗記したんですよね。そうですね。はい、僕も何度も読んでますもん。うんうんうん、弁顕密二教論も僕みたいな勉強不足の人間でももう3回4回の、なんて読めるんですもん。そうですね。そのページ数。だから本来本というのは、本当の名文で書かれていて深い眼蓄があるので、1回読んだだけではわからないんですよ。うんうん、はいはい、
それを何度もな、あの、鴨の町名の、うん、あの、北条記。北条記、はい。あれもおそらく、まあ、多分養老先生の一番座右の本でしょ。養老先生多分、おそらく何十回と読んでおられますよ。で、あれもページ数で言ったら数十ページやと思うんですね。はい、だからそういうあたりを大事じゃないかなと、うん、はい。だってそういう歴史が本というか、うん、書物の歴史のおそらく千年、二千年はそういう著作やったわけで。そうです。やっぱりその千年、二千年の歴史で言って、今の四六版250ページみたいな本って、まあ、かれこれ数十年。長く見てもまあ100年はないぐらいの歴史しかないので。うんうん、もちろんドストエフスキーの罪と罰とかね、そうそうそう、500ページで全部面白いとかあるよ。あれはあれであるんですよ。あるけど、はい、それは近代における成功作で、そうですね。著作というものの何千年という歴史で言うたら普通数十ページ、うん、もしかしたら数ページ。うん、まあ、あとはそのドストエフスキーだって、それは面白い数十ページの積み重ねですからね。ああ、なるほど。そうそうそう。いつもね、街角でね、うん、あの、奥さんが売ってたんよね、うん、ガリバンズリーをね。そうです。あの、彼は、その、小説、あの、ガリバンで売ってたのって、本当に短いはずですよ。そうです。そうです。その通りです。うん、もう、もう、涙の物語やからね。はいはい、あの人、ルーレット狂いでさ、はい、ギャンブル狂いで、お金全然ないわけやん。はい、それを、年の離れた奥さんが街角で売るわけですよ、はいはい。おそらくは5ページとか10ページずつね、うん。そう、それも、だからみんなに読まれたみたいなこともあるでしょう。スティーブン・キングはデビュー前に、高校生か大学生ぐらいの時は、自分でガリ版で、家で自分の小説を吸って、それを学校で、ホッチキスで閉じて売りさばいてたんですよね。手塚治虫と一緒や。手塚治虫は、あの、お年紙っていうか、そうですよ、ね、トイレの紙に書いてそこに貼り付けて、次の日ってある、もう一回で4コマぐらいのやつを毎週毎週貼って面白いなって言われたのがあの人の漫画の始まりやからね。そういう単位もまたいいんじゃないですか。そうですよね。はい。思いました。はい、ってなことで。はい。まあちょっとこういう話をね、またどんどんいろいろ広げていけたらなと思いまして。はい、ああ、なんか、ありがとうございます。フラストレーションが解消されて。いやいやいや、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかも。